ケータさん、お疲れ様です。あ、お疲れ様です。僕最近やっぱりね、はい、ケータ式のメンバーとか見てて思うんですけど、あとはケータ式に所属しないでね、はい、やってる方もいろいろいて、はい、まあ、両方比べて思うんですけど、はい、どうしてこのケータ式に入った人がね、はい、こんなに一世含めて稼げるのかなっていうふうに考えてみたんですよ。あ、はいはい、それはやっぱり今の時代はやっぱりね、僕たち人間っていうのは誰でもそうですけど、一人では生きられないんですよね。そうですね。で、何かを信じて、その信じたものがあるところに所属をするっていうのはすごい重要だと思うんですよ。はい、うん、例えば古の時代であればそれが神様だったりね、はい、キリスト様だったりブッダ様だったりね、はい、まあ三大宗教って言われるところもあるけれども、まあ圧倒的にキリスト教とかね、はい、多かったわけじゃないですか。そのそうですね、はい、次に仏教かなみたいなね感じでね、はいはい、で、あとは国っていうものも天皇陛下さんだったり、はい、王様だったり、そういう誰かすごい人がいて、はい、その人に対して忠誠を誓って所属をすると、はい、うん、で私はこういう宗教を信じていて、こういう王様 ないし天皇陛下ないし皇帝がいる国に所属してるよ、まあ、そういうところですごい満たされてる人間としてね、はい、うん、コミュニティに所属することで大きな、はい、絶対的なコミュニティに所属することで満足を得られたっていう部分があると思うんですよ。そうですね。ところが今の時代ってやっぱり世の中見てると、信じる神様はこのインターネットの、ね、台頭によっていろんな情報が出てきちゃって、神様って、はい、まあ信じなくはないけれども、そこまで絶対的なものじゃなくなってるわけですか。そうですね、はい、うん、天皇陛下様も皇帝も王様も人間だっていうのはねバレちゃったと。みんなどこの国も神の血を引く人が王様になったり天皇陛下になったり皇帝になったりするじゃないですか、物語。はい、そうです ね、だから神様とこの連動する形で信じて疑わないものだったわけですか。はい、それがまあ普通の人間なんだねってのが生まれちゃった。そうですね、ベールを剥がされたって感じですよね。そうですね、はい、でそうすると僕たち人間としてですね、はい、信じるものがなくなっちゃってるんですよ、はい、絶対的なものが、うん、神様は絶対的じゃなくなっちゃった、国も絶対的じゃなくなっちゃったみたいな、はい、そうですね、もうバラバラになっちゃってる状態なんですよ今って、うん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 、しかも家族っていうコミュニティも最近高くなってきて、はい、家族化っていうのはどんどん進んでるし、まあ、現に僕たち自身が両親と住んでないじゃないですか一緒に。ですね、たまにしか会わないですね。一昔前のように何々大学卒業みたいなね、俺は何々大学の OB だからみたいなね、はい、誇らしげに語ってた時代もあるわけじゃないですか。そうですね、ケータさんも国大は出てるけど、はい、いや俺は何々大学の卒業でって誇りを持ってね、はい、なんか OB ずらしてこのなんかコミュニティ大切にしてるみたいなのない、うん、全くないですね。どこに所属してるのって話になるわけですか。でサラリーマン時代は、まあ、あれもある意味信じて疑わない組織っていうかね、まあ、あの会社上場企業みたいな、ね、はい、いう、はい、創業者の物語があったり、はい、会社で行っていることがあってね、でその中に所属することで、はい、いろいろ力を発揮してね、はい、僕たちも仕事をしてきたわけなんですけど、はい、とか僕たちみたいにもう外の世界出ちゃうとそういうものもないじゃないですか。全くないですね。はい、まあ、あとは会社っていうコミュニティそのものも、まあ、そこまで絶対的なものではないじゃないですか、昭和の時代みたいに。ですね、まあいつの時裏切るかわからないっていうか、逆に不安な場所になってきてますよね。で昭和の時代の日本のこの会社法人が成功してたのは、まあ、あのね、定年退職までずっといてくれとね、君たちが僕たちにこの人生を捧げてくれれば一生安泰だからみたいなね、はい、はい、ある種の宗教組織になっちゃうわけです。そうなんだ。そうですね、はい、ここに所属してれば僕にとってね、この成功イコール幸せをもたらしてくれると。はいはい、信じて疑わないものがあったのがバブル崩壊になって崩壊し、はい、そうですね。でまさに僕たちほら就職氷河期にね、はい、社会に出たから、もう社会に出た途端にいきなりリストラみたいなのを大量に目の当たりにして、はい、あ、ここは人生預けちゃいけないものなんだって分かっちゃったじゃないですか。ですね。それで啓太さんも僕もこうやって外の世界で稼ぐっていう世界に入ってきたと思うんだけど、はい、そうですね、はい、そうするとね、常に心にぽっかり穴が開きすぎてる状態だったんです。うん、何にもね所属してない状態。そうですね、はい、まあ、そんな中僕たちはね、あの新たな絶対的な方、はい、無敗神話を45年以上継続されている、はい、大富豪ファーザーとお会いして、はい、でそこの
ね、地下ソサイティっていうコミュニティに所属することで、はい、ある種その心の穴っていうのをね、はい、埋めることができたんじゃないかなと思うんですよね。いや、全くそうですね。本当そうですね。うん、ね、大富豪神様で、はい、マサヒロさんが教祖様で、はい、もうすごい安心するわけですから。そうですね、はい。所属の喜びっていうかね。そうですね。でその中の枠組みとして今ね、ケイタさんとかもこの、はい、北のセオリーから派生する物販だよ、最高の物販の一つだよっていうねところで、はいはいはい、皆さん、まあ、所属をして、はい、そう物販の中では無敗のこの啓太さんから一緒にこの時間と労力を使ってもらって、はい、所属の喜びをかみしめてエネルギーを湧き立ててると思うんですよね、はい、そうですね、はい、やっぱりこれからの時代本当に重要なのは、まあ、サラリーマンの方は、まあ、今所属している会社に忠誠を使った方がいいと思うんですよね、はい、それしかないわけですからですね、はい、お給料くれてるのはそこなんだから、はい、もうそれは十分にリストラされるまではあの、ね、夢から覚めないように頑張って謳歌してほしいんですよね。そうですね。ただ外の世界に出た時にじゃあ本当に孤独でやっていけるかって言ったらね、そこまでね神を超える強さを持つ人なかなかいないと思うんですよ。いや、僕は少なくとも絶対無理ですね。そうだって何だったら皇帝だって王様だって天皇陛下だって神様って絶対ものに対する忠誠を誓ってそこに所属してるって形で生きてるわけじゃないですか、ね、そうですね、はい、うん、皇帝王様や、ね、天皇陛下様でもできないようなことが僕たち、ね、一庶民ができるわけないじゃないですか。神を超えて、そうですね、はい、絶対で信じるものはなくて大丈夫だってね、はい、これがね多分人間そのものなんですよね。多分ね人間がそれで進化成長してきたからやっぱりそうですね。類人猿ですか、いろいろいたわけじゃない、はい、クロマニアン人とかネアンデルタール人とか、はいはい、なんで今僕たちこの人間が人間になれたかっていうと信じるものができたからっていうふうによく聞きますよね。あーですね、神様がいたからっていうですね。でその神様の偶像を作って立像を作って、はい、神様をみんなで信じようっつって、はい、やって他のクロマニアン人とかがあの、はい、2,3 人でしか行動できないものが僕たち100人単位で行動できるようになったんです、はい、確かにコミュニケーションでそれが生き残って結局進化成長して今みたいになってるから、はい、そこの根本がずれると、はい、多分エネルギー出てこないと思うんですよ。いやそうですね。だか確かに啓太式とかもロイ式なんかもそうですけど、はいはい、もう今インターネットの中でこの稼ぐ方法として、はい、初めてってものはないんですよ ね、 でもね、ま、全くないですね、まあ、情報はいっぱい溢れてますけどね。そう、はい、で僕が稼いでる方法でもそうですけど、はい、オリジナルものってないんですよ何も、もちろんその人なりのこのテクニックとかいろんなものありますけど、ね、考え方とかね、はい、だから誰と一緒に時間を過ごしてその活動するかっていうのはめちゃくちゃ重要じゃないかなと思ったんですよね改めて。本当そうですね。改めてお聞きしててそうだなと思いましたし、あとはどこかに所属してないと逆に自分自身のことが認識できないんじゃないかなと思う。そうなんですよね、はい、だってもともと離れ小島のね例えば無人島に向かった一人の時、はい、自分って存在しないんですよね。そうですよね。自分っていうのはあの、はい、本当に自分一人で自分で語ることができなくて自己紹介すればするほど例えば両親のことだったり家族のことだったり、はい、大学のことだったり、はい、であの所属している住んでいる地域だったりとか、はいはい、第三者のことしか語れないんですよね。ですよね、はい、自己プロフィールって書いてあるけどよくプロフィール。そうですね、そうですね。一つも自分のことね書けないんですよね。そうですよね、はい、まあ一つ言えばこう身長体重ぐらいかなみたいな性別ぐらいかなみたいな。そうですね物理的なものは書けるっていう。そう物理的なあれも第三者の計測値じゃないですか、ね、そうですね、はい、世の中の比較じゃないですかでもね、はいはい、まあ、本当の自分のことを書けないんですよね何か書けば書くほどですね。やっぱコミュニティの中で初めて自分がこう自分という実態が現れてくるって感じですね。 それでやっぱりエネルギーを得てる生物だから、うん、僕たちは、うん、そうですね。だって宇宙の星々でさえ全て連動してるわけだし実は、はいはい、遠い目で見るとね、はい、星々は俺だけで生きてるわけじゃなくてパッと遠くから見たら銀河だったりとかね、はいはい、一つの集合体になってるわけですからね、はい、宇宙の星々で地球でさえ単体で生きてるわけじゃなくて、はい、太陽系っていうねこのソーラーシステムの中に入ってるわけですから、ね、そうですね、はい、連動してるわけですからくるくるっていうと僕たち、ね、一人ぼっちで生きられるわけがないんですよ。そうですね、わけがないですね。そう、はい、だから例えばあのまず小さい集合体としてはケイタさんを太陽としたこの、ね、ソーラーシステムの中に入るとそのような動きができるってね。そうですね。
緒に稼げるようになれる。そうですね。じゃないとだって本来だったらネット上にこんだけ情報転がってるわけだからみんな稼げるはずでしょ、もっと。そうですね。稼げないんですよ、ところがソロでですね、ですね。見てきていないじゃん、あんまりソロでやってる人って稼いでいないですね。あの今回参加されてる方で、あの過去にそのネットの情報を見て少しやってみたけど、ことごとく皆さん挫折しましたって書いてあるんです。はい、それはね、生物としての動きができないんですよ、はっきり。はい、はい、生物で一人であるとね、絶対無理なんで。はい、そこを分かってれば、どこかの組織で何しコミュニティに所属するのがベターなんだけど、はい、ベストなんだけど、はい、ところがじゃあ誰と一緒に過ごすかで全然変わっちゃいますね、その人の考え方とか行動とかね。そうですね。うん、で例えばケイタさんとか僕とか今はね、はい、稼げる状態になっていて、はい、考え方が、まあ、大体同じじゃないですか、あの考え方は。そうですね、はい、姿形は全く違うけど、はい、考える方向性っていうか一緒じゃないですか。そうですね、まあ僕がものすごく影響を受けてるっていうのはあると思うんですけど。いや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 、ですけど本当そうですね。だ一見物販やってても僕が違うことやってても、はい、なんか本質的な部分は一緒じゃないですか、やってる。そうですね、はい、種目が違うだけでね。そうですね。そうするとやっぱりここのねコミュニティとかに属すことで僕たちと同じような生き残り続ける長く、はい、うん、ね、いう状態になってくるんじゃないかなと思うんですよね。そうですね。だって僕たちの大師匠であったるファーザーが45年以上生き残り続けてる中で、そのなんかシステムの中でギャラクシーの中に僕たちがちょこってこのソーラーシステムみたいにいるわけじゃない、端っこの方に。はいですね。そういう動きになってくると思うんですよね。はい、うん、やっぱりねこの時代だからこそ意識的にその自分でどこのコミュニティに所属するかっていうのはすごい選ばないと。そうですね、はい、難しくなってくるんじゃないかなと思うんですよね。そうですね、選んでかつそのコミュニティを何ていうんですかね、本当に生かしたり、はい、大切にしていくって本当大事だなって改めて思いますね。そうですね、講師との人間関係、はい、周りとの人間関係考えてね、はいはいはい、あとはサラリーマンとの大きな違いは、サラリーマンはまあ自分で選んでるとはいえ、あの、はい、上司も何も選べないわけじゃないですか、ね、選べないですね、はい、あとはなんかある種サラリーマンの方は自力でできないから、はい、ね、やむを得ず従ってるって場合も多いじゃないですか、そこの中でね。そうですね、はい、うん、そうすると場所によっては確かにあの自分で完全に選べる状態じゃないから、はい、力が発揮できたりできなかったりってあると思うんですよね。そうですね、はい、ところが、まあ、外の世界のこの独立起業した後の世界っていうのは、まあ、一つメリットデメリットなんですけど、はい、メリットは自分で選べると、所属する場所、はい、大きいですねこれ、うん、デメリットは、はい、あの所属しないでほったらかしにしちゃうこともできると、自分自身を。そうですね、はい、例えばサラリーマン時代に集団でね、はい、すごい辛い目にあったみたいな、はい、人だともう一人でなっちゃうかもしれない、はいはいはい、うん、まあ、ところがサラリーマンのそれなんかある種受動的にやむを得ず所属したコミュニティと自分で選んだコミュニティとの、 そのやっぱ楽しみって全然違うよっていうのはね、やっぱ知ってほしいなと思いますよね。そうですね、はい、全く違います、はい、うん、サラリーマンとしての組織と、はい、僕たちみたいにこの、ね、自分で本当に選んだ場所でコミュニティーの中に、はい、全然違いますよね。そうですね、やっぱ、まあ、そのなんか自分も解放できますしね。あ、人間関係の苦しみってないですね、そういう場合ね。 ないですね、まあ、何でも喋れますし ね、 ね、まあ、ということでやっぱりねコミュニティっていう概念をね、はい、やっぱり生かしてほしい。そしてやっぱりケータ式のねこのいい、ね、仲間たちが今集まってきてるんで、はい、一期生含めてね、はい、ぜひこのコミュニティっていうこの概念を活用する時の選択肢の一つとして、はい、ね、ケータ式も参考にしてもらえばいいかなと思いますよね。はい、そうですね、本質的な話ですね今日の話も。いや、こういうことが分かられないのでやっぱり皆さんノウハウだけでなんとかなれると思っちゃうんですけど、うん、だったらみんなもっと稼いでるわけでしょ。そうですね、はい、チームもそうじゃないですか、優勝チームと上昇チームと、はい、全然違うじゃないですか、同じ新聞が。そうですね、はい、あれなんか一番分かりやすいんじゃないかなと思うんですよね。そうですね、はい、はい、今日もありがとうございました、はい、よろしくお願いします、はい、はい、よろしくお願いします、ありがとうございます。